はい、今日もあなたと百姓天国、本日は3月の6日水曜日、はい、ということで先ほど選んだねさつまいものを伏せ込んでいきます。こうやってね、もうちょっと深く入れてほしいかな、はい、ある程度このね、土のところに入れて、こうやってあのチップがちょっと埋まってるんですけど、まあそれを利用してね、こうやって埋めて半分ぐらい顔を出す感じですかね、こんな感じで、それで、よいしょ、出てくるでしょうということなんですけれども、でこのあと上にねもみ殻をバーッと撒いちゃいますね。千葉時代のね、千葉の観光農家さんはねこのビニールをしてその下に伏せ込んでましたね。まあ何が正解なのか。とりあえず半これで半分半分ね、奥の方ちょっとやっといてくれる。はい、よしよしよし、はい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 、こんな感じで、でトンネルをかけて、それで、黒寒冷紗を貼ってですね、ちょっと気温がごめん、その上の支柱外してくれる。そう、これをビャーンとかけちゃいたいので抜いちゃってください。あの残りの支柱はあと何本ぐらいだろう、6本ぐらい、6、7本持ってきてもらってトンネルをかけていきます。よいしょ、
したらあのトラクターの後ろにいっぱいあのトラクターの右側の後ろにさいっぱいトンネルがあるから、それ短そうなやつ1本どれでもいいから持ってきてくれる。はい、こんな感じで、あとはねトンネルがあって、あとね黒寒冷車が一番左のハウスの黒いやつ分かるよね、黒寒冷車、うん、あれ1個持ってきてという形でね、これでトンネル張って黒寒冷車を張っておけばいいかなという感じですね。これでまあ暖かくなってくればね、5月ぐらいには出てきてくれるかなというふうに思います。まああとは獣害に食われないようにね、まあそれでトンネルを張る意味もあるんですけど、まあ今年これでちょっと様子見てね、苗ができてくるかどうかですね。はい、調子良ければ来年また増やしてね、まあ10年ぐらいやろうかなと思うんですけど、はい、こんな感じです。さつまいもの苗床ね、はい、これで今年できればいいですけど、ちょっとね芋がねもしかしたら傷んでる可能性があるのでね、出てくるかどうかちょっと分かりませんけども、よかったらね参考にしてみてください。はい、こんな形でね、不耕起栽培のここでもこういろんな形をこうやって利用できるわけですよね。はい、ですのでまあまあ皆さんもよかったらね参考にしていただけるといいかなと思います。はいはい、そしたらあのダンポール張ってトンネルをかける準備をしてくれる。はいはい、あ、ダンポール俺置いてきちゃったや。まあいいや、そしたらもういきなりトンネル短いので頑張ってかけちゃってください。はい、ということでね、今日はもう寒い、風が強くてね、ということで今日はね、オーガニックコーキのところをねこうやってね隣に、ブロッコリーやって、でさつまいもの苗床をねやりましたということでございます。あー寒いね。あとね今年ここがねナスになりますかね。はい、今年ここがナスですね。大体どれぐらいですか、南西ぐらいですかね、そんなに広くないですけどね、奥行きが15メートルぐらいが、ね、南北か15メートルでね30株ぐらいが1、2、3、4、だからまあ150株ぐらいですかね、ね、そんな感じに今年ここがナスだけところですね。はい、はいはい、ということで以上になります。まあ、トンネル張ってるところですね。はい、はいはい、それではまた。